只藏獒叫旺财，养了十多年，一直放在村子里，主要是我爷爷在喂。これでお前も俺の女だ。あ？2024年10月25日午後2時過ぎに、元大阪地検検事正で弁護士の北川健太郎被告65歳は検事正在任中だった2018年9月に大阪市内にある官舎で酒に酔って抵抗が難しい状態だった部下の女性に対し、性的暴行を加えたとして準強制性交の罪に問われた初公判が大阪地裁で開かれた。北川被告は控訴事実を認め、争うことはしませんと起訴内容を認め、被害者に深刻な被害を与え、深く反省、謝罪している。所属する組織の人たちに多大な迷惑をかけ、世間を騒がせたことを申し訳なく思っていると謝罪した。事件当日、女性は北川被告や同僚らと共に参加した懇親会の後、北川被告にタクシーに押し込まれた。当時は飲酒の影響による電水状態であり、記憶が戻ってきた時は、被告が性行為に及んでいた。女性が帰りたいと懇願しても北川被告はこれでお前も俺の女だと言って性的暴行を続けた。女性は泣きながら帰宅し、夫は優しい人で家のことも家族のことも手伝ってくれて、私は検事として働くことを応援してくれた。3時間にわたって検察庁トップにレイクされたなんて言えなかったと明かした。事件後北川被告からこの被害を表沙汰にすれば死ぬほかないと思っている。組織は批判を受け、大阪地検は組織として立ち行かない。私の命に代えてやめてほしい。ご主人にも言わないようにと懇願された。さらに、以前からあなたのことを好きだった。性交したことは覚えていてあなたの同意があると思っていたなどと語っていた。人間は肩書きなどではその人の本性はわからないものだと思う。検事正という立場を利用した性加害は、女性から見れば重罪だろう。すべての女性を敵に回しただろうし、多くの人に与えた衝撃は大きい。性被害に遭った上に、合意があったなどと嘘を吐かれた被害者は、大変悔しい思いをしたことだろう。被害者の心の傷が癒うには、時間がかかるのではないか。性犯罪に苦しんでいる人の力になりたいという気持ちは立派だと思う。だけどご自身も被害者の一人、無理はしないでほしい。今回のケースは、犯罪者とはいえ頭の良い人なので、こすったら立ち回り事件化するのにその分だけ手間取ったと思います。人と人の社会において、ルールを破って人が人を傷つけることは立さればされなくてはならない。当たり前の同意なのに、あまりにも遠い。ルールに精通した国と、社会はどうやって対処するか、これからも続く困難なテーマと言えるでしょう。病院の待合室で今見てたよ。涙に声を震わせてどんなに辛い6年間を過ごしてきたのか、想像もつきません。女性も検事をされていて、2月に PTSD 診断で仕事ができなくなったとのこと、告訴をでっち上げたなんてひどい噂もされたそうです。今も大阪府の猥褻共有のニュース流れてます。欲望の犠牲になる女性の声をよく聞いてほしい。どうやったら欲を抑えられるんだろうね。被告は輝かしいキャリアでありながら慢性を汚すとはまさにこのこと。己が罪から逃れたいがため女性に検察庁が立ち行かなくなるといい女性が訴え出にくいように立ち回ったずるさ。卑怯さ。人生の終盤で被告と呼ばれて全国報道。名誉もしない。一時の欲望をコントロールできなかった罰は大きい。女性への贖罪が、これからの女の仕事です。今、会見を定理で聞いています。かわいそうで仕方がない。どのような言葉をかければよいのかわかりませんが、しかしあなたに早く心の平和と幸せが来ることを望みます。あなたの覚悟と発言は、日本社会に必ず良い効果をもたらしてくれると思います。覚醒する思いがしました。ゴミクスってこういうやつのことなんだよね。